こんにちは、メンズファッション研究家大山俊です。僕はですね、何冊か本を書いてるんですけども、その中でも最新刊のタイトルが服がめんどいって言うんですよね。ファッションの本なのに服がめんどくさいというですね、結構ぶっ飛んだタイトルなんですが、このタイトルというのは僕の性格そのものをよく表現してるなって思うんですよね。僕はファッションがもちろん大好きなんですけども、世の中にはですね、もっとファッションが好きな方っていっぱいいらっしゃるんですね。日々様々な着こなしを楽しみながら、インスタグラムを使ったりですとか、ブログや YouTube を使って自分の着こなしを紹介している方もいらっしゃるのかなと思います。まあ、そういう方というのは様々な着こなしのバリエーションを楽しむタイプの方なのかなと思います。一方で僕自身はというと、ファッションは好きなんだけど、日々違うコーディネートを楽しみたいという欲求はほとんどないんですね。それよりも面倒くさいという気持ちの方が勝ってしまって、いくつかの気に入った着こなしをですね、ローテーションで回していくような形で僕はファッションを楽しんでるんですね。このようにファッションが好きという人の中にも、日々違うコーディネートを楽しみたいというような方もいれば、僕のようにですね、結構面倒くさがり屋で決まったコーディネートを順繰りに回していきたいというタイプの方、二手に分かれるのかなと思っています。僕は完全に後者の面倒くさがり屋のタイプなので、まさに服が面倒いというタイトルが僕の性格とすごくマッチしているのかなと思っています。そんな僕がファッションにおいて重要にしている考え方が、ユニフォーム化というものなんですね。日々の着こなしを自由な発想でたくさん作っていくという考え方は僕の中にはないので、ある程度ユニフォームのように固定化をしておくんですね。 7,8 割を固定化して、残りの 2,3 割で少しですね、変化を出すことでバリエーションを出していく。それが僕なりのファッションの効率化といったらいいですかね、楽しみ方の一つなのかなと思っています。おそらくですね、僕の YouTube の視聴者さんというのは、日々の着こなし毎日変えたいという方よりは、僕と同じように、ファッションは少し興味があるんだけど、ある程度効率化しながら自分の中のお気に入りのスタイルというものを作っていきたいという方が多いのかなと思います。そんな皆さんのためにですね、今回の動画では僕の中での絶対に外さない6つのですね、ユニフォームをご紹介してみたいと思っています。本当はですね、僕のユニフォームって結構たくさんあるんですね。その中で皆さんとシェアできそうなものをですね、6つに絞り込んでみましたので、早速ご紹介したいなと思っています。はい、まず1つ目ご紹介したいのはこちらですね。はい、なんだかわかりますかね。この写真を見ればわかるかなと思うんですが、下着のパンツなんですね。意外と YouTube の中で僕がどんなパンツを履いてるのかってお話ししたことがないかなと思うんですね。そもそも30過ぎの男がどんなパンツを履いてるかなんて皆さん興味ないかなと思ったので、あまりお伝えしてなかったんですが、今回は僕のユニフォームでどんなものを使ってるのかというのを皆さんにご紹介したかったので、新しいものを買って持ってきてみました。こちらはですね、グンゼのエアーズというパンツなんですね。これはもう発売してだいたい1年半ぐらい経つのかなと思うんですが、僕はこれに出会ってから手持ちのパンツを全部捨ててこれに入れ替えました。ですので現状はエアーズだけで4枚ぐらい所有をしていまして、それでローテーションを回している状態ですね。色も基本的にはネイビー一色で揃えるようにしています。このエアーズの画期的なところは、ウエストにゴムがないんですよね。ですので締め付け感もないですし、切りっぱなしになっているので非常にですね、肌触りが良くて、履くとですね、めちゃくちゃ気持ちのいいパンツになってるんですね。これはもう革命的だなと思いました。肌触りもですね、かなりソフトで、この風合いというのもすごく気に入ってるんですが、今まで僕はパンツというものをいろんなものをトライしてきたんですね。最初は皆さんもそうだと思うんですけど、ユニクロからスタートして、今度は伊勢丹メンズ館とかに行って、結構高級なパンツとかも買い漁ったんですね。1枚あたり3000円ぐらいのもの、5000円ぐらいのもの、本当に様々な価格帯のものを試したんですが、それはそれでいいんですけど、やっぱり高いとですね、買い替えの時にどうしても心理的なハードルがあって、ちょっともったいないかなって思ってしまうんですよね。ですので僕の中でパンツの適正価格というのは、どんなに高くても2000円までかなというふうに考えています。そういった点でエアーズというのはおよそ1500円前後なので、価格的にもちょうどいいかなと思いますし、履き心地もめちゃくちゃいいんですよね。あと大事なのはデザインなんですね。僕自身パンツで主張しようという気持ちは全くないので、なるべくシンプルな方がいいんですよね。でも結構ゴテゴテと柄のあるものもたくさんある中で、これは極力シンプルで、ブラックですとかネイビーですとか単色のものが用意されてるんですね。ロゴに関しても左ももの部分に小さくですね、印字されてるだけなので、非常にシンプルで使いやすい
やすいデザインになってるんですね。履き心地も良くてデザインも良くて価格も1500円ちょうどいいというところで、現状僕のユニフォームとしてはこれを超えるものはなかなか出づらいかなと思っています。ぜひ一度 Amazon とかで購入をしてお試しいただきたいなと思っています。はい、続いて2つ目のユニフォームなんですが、こちらになりますね。ベリーショートソックス、ユニクロのものですね。特にですね、5月から10月ぐらいまでは靴下はですね、なるべく薄手で軽快なものを履きたいなと思うんですね。その時に便利なのはこういったベリーショートソックスなんですが、まあ、先日動画でもご紹介した通り、このようなものというのは各社でいろんなものが出ているんですね。このようにユニクロにもありますし、無印良品もありますし、ファルケというものが結構元祖で僕はそちらを長く履いているんですが、まあ、様々なブランドから出しているんですね。その中で先日検証してみた結果、一番バランスが取れているのは無印良品だったわけですね。無印良品の靴下というのは履き口が割と狭めになっているので、ローファーで履いてもスニーカーで履いても確実に見えなくなってくれるので、バランスが一番いいのは無印だったんですが、一方でユニクロというのはローファーにはあんまり向かないんですね。ローファーでユニクロの靴下を履いてしまうと、どうしてもですね、履き口がちらっと見えてしまうので、そういった点ではあまりバランスが良くないんですが、最近はですね、僕はほとんどスニーカーしか履かないんですね。あまりローファーを履くことがなくなってしまったので、そういった点ではユニクロの靴下が一番脱げにくいんですね。このようなベリーショートソックスというのは結構ですね、履き口が浅いので一日中歩いてると何度も何度も脱げてしまうんですね。特にファルケのものというのは一番浅くなっているので、見栄えとしては完璧なんですけど、どうしても脱げやすいんですね。今回動画の撮影でユニクロのベリーショートソックスを久々に買ったら、これがまた全く脱げないんですね。それは履き口がちょっと深めだというのと、後ろについてるゴムもしっかりとしてるので、これはですね、やっぱり今の時代には一番最強なのかなと思いました。かなり遠回りをしましたが、今スニーカーをたくさん履く方にはですね、このユニクロのベリーショートソックス一択で間違いないのかなと思っています。まあ、スニーカーバージョンのユニクロとローファーバージョンのファルケ、この2タイプをですね、僕は回しながらベリーショートソックスというものを履いています。ぜひ夏場の靴下はユニクロのベリーショートソックス、皆さんもですね、ご活用いただければなと思っています。はい、続いて3点目にご紹介したいのは、こちらもインナーなんですが、持ってきました。こちらはですね、もう実際にめちゃくちゃ日々着ているのでちょっとヨレヨレになっていますが、グンゼのシークというシリーズのインナーになりますね。色はベージュになっていまして、こちらもカットオフといって切りっぱなしの設計になっているんですね。これがですね、めちゃくちゃ便利なんですね。僕は基本的にこのインナーをほぼ1年中着ていますね。今も実際にこの内側にシークを着ているんですね。こちらのインナーのいいところというのは、 T シャツの下にも着れますし、もちろんシャツ下にも着ることができます。あと秋冬に関してはニットの下にも着ることができるんですが、まあ、ユニクロにもですね、同じようなものがあるんですが、ユニクロのカットオフインナーというのはもう少しですね、襟の開きが狭いんですね。これぐらいの位置からグッと入っていくような切り込みになっているんですね。僕が気に入ってるのはこちらのシークのボートネックタイプのものなんですね。ボートネックタイプというのは結構横の開きが大きいんですよ。こちらの上に T シャツを着ると、この脇からですね、インナーが見えるようなことがないんですね。結構通常のユニクロのカットオフですとか、同じくシークでも通常版というのはここが狭めになっているので、 T シャツとかニットをこの上に着る場合にどうしても端っこから見えてしまうんですよね。それがすごく嫌なんですが、このボートネック状のものはT シャツでもニットでも全く存在感を感じさせないので、これがベストだなという結論に至りました。冬に関しては長袖バージョンもあるんですけども、長袖って結構袖がもたつくので僕はあんまり好きじゃないんですね。ですので一年中これを着るようにしています。で、僕はこのタイプを3枚で回すことが多いので、ここに気づいてる方もいらっしゃるかなと思うんですが、ブランドのロゴがあるんですが、その下にですね、数字を振っているんですね。今日1番着たら次の日は2番着るという形で、なるべく偏りがないように順番に着るようにしています。全て同じものでユニフォーム化するときには結構この番号を振るというのが便利で、僕はよく使っています。皆さんも分かりやすい方法で管理をすると良いのかなと思っています。オンオフ問わずに僕のベースレイヤーとして活躍しているこちらのシーク、値段はちょっと高くて3000円ぐらいするんですね。ちょっとそこまで出せないかなという方は、同じくグンゼが出しているインティというモデルが2000円前後なので買いやすいかなと思っています。僕の中では肌触りはシークの方がいいので、現状こちらで統一していますが、よかったら両方チェックをしていただきたいなと思っています。
はい、続いて4点目にご紹介したいのはですね、今僕が実際に着ているこちらですね、ネイビーのジャケットなんですが、これ実は下も同じ素材のものでできていまして、セットアップになってるんですね。このセットアップというのが僕にとってものすごく重要なユニフォームになっています。このようなものを取り入れるようになったのは今から2年ぐらい前なんですが、その前まではですね、結構ジャケットを単品で着ることが多かったんですね。それはそれですごく便利なんですが、ある時僕がよく訪れている原宿のですね、ディストリクトユナイテッドアローズというお店があるんですが、そこで商品を見ていたらこのセットアップに出会ったわけですね。僕はですね、ディストリクトユナイテッドアローズのボトムスをすごく愛用しているんですね。このボトムスというのは少しシルエットがですね、ゆったりとしてるんですね。もも周りはゆったりしてるんですけど、裾に向かって細くなっていくテーパード型で、今っぽいですね、ビッグシルエットというところをやりすぎない範囲で表現しているパンツなんですね。僕はこのボトムスに激ハマりしていまして、もう今までにですね、6本ぐらい購入をしたんですね。このボトムスが僕の中でのユニフォームだったんですが、実はこのボトムスというのはセットアップでジャケットも用意があるということをその時たまたま知ったんですね。そこで実際にこちらのジャケットを羽織ってみたところ、非常にバランスが良かったので、僕はこのセットアップをユニフォームにしてるんですね。このネイビー系のセットアップというのはものすごく便利で、これを着ていれば仕事っぽさも出せるので、あとはこの内側に T シャツを着ればなんとなくですね、仕事着みたいなものが完成してしまうんですね。この流れのまま説明すると、5点目のですね、僕のユニフォームはこの T シャツになるんですね。このネイビーのセットアップと内側の T シャツがあれば、それだけで僕のビジネススタイルが完成してしまうんですね。結構ですね、ラフなものが OK な職場であれば、僕の今日のようなスタイルでも結構通用する方も多いのかなと思っています。このセットアップだけを固定してしまって、あとは T シャツの種類を変えるだけで結構見え方の違いを出すことができるのかなと思っています。僕はサタデーズの T シャツをユニフォーム代わりにしてるんですが、基本的には外側がネイビーで濃い色なので、内側にはですね、白ベースの T シャツを取り入れるようにしています。今日は他にも持ってきたんですが、この T シャツだけで全部で今8枚ぐらい所有してるんですね。今着てるのは白ベースでピンクの柄が入ってるものなんですが、あとは白ベースに対して少しブルーのラインが入ってるものですとか、こちらは白ベースに対してパープルのですね、ボックス柄が入っているようなものになります。あとはこちらに関しては白ベースなんですが、胸元にですね、ロゴが入っていて、この上にジャケットを着るとロゴが見えなくなるので、白無地 T シャツのように見えます。このようにネイビーのセットアップだけ固定をして、あとは内側だけを変えていくという方法はものすごく便利なので、ぜひ皆さんにも活用していただきたい着こなしなのかなと思っています。はい、そして最後6点目ご紹介したいのはバングルですね。僕は今日もしていますが、こちらはファンタスティックマンというブランドのバングルになります。他にもいくつか持っていまして、現状はですね、2つで回しています。本当はですね、もう少し太めのですね、めちゃくちゃ気に入ってるものがあったんですが、去年の夏にですね、プールに行った時になくしてしまったんですね。これは2週間ぐらい落ち込んだんですが、まあ仕方がないですね。時々こういったものはなくしてしまうところが僕の悪い癖ではあるんですが、現状は2本で回しています。まあこのようなアクセサリーにもトレンドがあって、最近はですね、紐状のものよりは、まあこういったバングル状のものを腕にすることが、まあトレンドになってるかなと思うんですが、腕元にですね、少しこういったアクセサリーが加わるだけで全然見え方が変わってくるんですね。これはジャケットスタイルの時にも必ずしていますし、オフの時、半袖短パンサンダルのようなめちゃくちゃラフな時にこそ、こういったアクセサリーが一つ加わるだけで手抜きファッションが少し綺麗めに見えたりするので、必ず僕にとっては必要なアイテムなのかなと思っています。これこそ本当にユニフォームだと思うんですね。で、アクセサリーも様々なブランドを見ていろんなものを試してみたんですが、僕の中では一番しっくりきているのがファンタスティックマンというブランドのものなんですね。まあ、ベースとなっているのはネイティブアメリカンジュエリーなんですけども、そのモチーフを現代的に表現しているのがファンタスティックマンの特徴なのかなと思っています。どれもシャープでシュッとした雰囲気があって、僕の中ではここのブランドを超えるアクセサリーブランドがなかなか出てこないんですね。価格もですね、安くはないんですが、決して手が届かない範囲ではないので、いくつか買ってバリエーションを楽しみたいなと思わせてくれるようなブランドかなと思っています。まあ、セレクトショップだとトゥモローランドですとかエストネーションなんかでも取り扱いがあるので、よかったら皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい、ということで今回の動画では僕のお気に入りの6個のですね、ユニフォームをご紹介させていただきました。まあ、このようなベースのものがあるからこそ、日々の着こなしにそこまで迷わなくていいのかなと思っています。皆さんの中でも自分の中の鉄板のアイテムというものをいくつか作ってみると良いかなと思っています。僕の中では
ユニフォームというのは一度固定化したらしばらくそれを使っていくんですが、その間もですね、なんとなくアンテナを張っていて、例えばインナーに関しても良いものが出たらまずは買ってみて試してみるんですね。そしてそれが良かったらユニフォームをアップデートするという形で、まあ、しばらくそれは使い続けるんですが、常にですね、更新というのをやめないようにしてるんですね。まあ、日々様々なアイテムは進化しているので、アンテナを常に立てながら自分にとってベストなものを探すというのは結構楽しいので、ぜひ皆さんにもお試しいただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。